はい。こんにちは。長瀬香です。ええー。お待たせしました。うん。今回は、シャビのミーテン、そしてミーテンプロについてお話をしていこうと思います。ちょっとね、時間空いちゃったんですけど、まあ、あの、個人的にちょっとショックだったというか、ええー。それでちょっと時間がね、 空っ <laughs> いてしまったっていうのが、あの、正直なところなんですよね。いや、あの、発表される直前に動画を上げようとしてたところだったんですよね。っていうのも、その、ミーテン関連の。要は、その、まあ、もと MWC もでのね、多分その発表だったんで、23とかに発表っていうふうに言われてたんです。実際発表会がそこへ準備されていたわけですけど。 なので、まだもうちょっと時間あるなと思って、その直前っていうことで、現状のそのまとめだったりとか、あとはここまで来てるものに関してちょっとお話っていうのをいろいろしてたわけです。価格だったりとか、あとはカラーバリエーションだったりとかもそうだし、もう、その時にはポスターとかも含めていろいろも出てたんで、で、それをこう編集し終わって、YouTube にセッティングして、まあ、 大体前日に設定、セッティングしたりとか編集終わってるっていうのが結構俺の中で多いんですけど、まあもっとそのなんか、あの、タランポランなその休みをとってですね、ちょっとこう遊ぼうと思ってる時はもっと前々からこう期間をとって、一週間前ぐらいから動画とかっていうのをセットしてたりするっていうのが、まああるんですね。で、それをちょっとやってたところでの、 <laughs> あの、正式発表、ミーテン、ミーテンプロ、それぞれされたんで、わーと思って。<laughs> まあまあ、単純にその編集も含めて考えると、1時間足らずな作業時間ではあるんですけど、まあそれでもね、あうわー、あんなに話したのに、みたいなのとかもあって。で、そこでちょっと、もうあんまりそのミーテンに一瞬触れたくなくなった、 期間ができちゃったっていう。そんなとこです。なんで、俺ね、そこまでしっかりとあの頭に入ってないので、ちょっとその、スペックだったりとかっていうのを確認しながらお話をしていこうと思いますし、もうすでにですね、こうやって動画を俺が上げる前に、もういろいろ確認されていたりすると思うので、あんまり突っ込んだ、 そのスペックに対して詳しく掘り下げていくっていうことは、ここが良かったね、あそこが良かったねって、なんか一個一個それぞれやっていくってことはしなくていいかなっていうふうには感じているところであります。で、まず全体からちょっとお話をしようと思うんですが、うーん、仕方がない。<laughs> 仕方がない価格になったなっていうところですかね。多分、過去から、今までそのシャオミを使ってきた人、 ですね。買って実際に購入して、シャ m ミのスマートフォンを使ってきた人たちからは、多分多くの人たちが、うわ、高すぎるよっていうふうに思う価格だったなっていうふうには思います。ね、ただ、その、冷静に見たときには、やっぱりその、前回の Me9 のシリーズのもそうだし、 そんなになんか安いスマートフォンフラグシップ級のね、で、そして自社の軸として動かすものって、ここ近年そこまで安いものにはしてなかったですよね。シャオミ自身がそもそもで。だから、この流れはなんとなくその流れのままで想像できた価格だなっていうふうに思うし、従来のそのリークのところからも、今回も高くなると。少なからず高くなるって話は出てたし、で、あとはここまでですね、シャオミが あの、会社の規模とか、それもあるし、あとは周りのね、他の会社との関係性上というところで見ていくと、もう一発ちょっと仕掛けていきたいっていうのは、やっぱりシャオミっていうのは強く感じてるところは、あの、強く考えてるところは感じると思うんですよ。そういうところか見ると、この価格は、まあ、想定内だし、そのし、あの、その、消費者側からも想定内だし、その、 見た時にも仕方ない価格だなっていうふうに思いました。ええー。ここからもう一回一皮向けていこうという別のステージに賞味が行こうとしているところでしょうね。で、過去にも一旦そのスマートフォン自体の価格をそれぞれ上げてきて、あの、全く売れなくなってしまったっていう失敗はもちろんあるんですよね。いや、そこの記憶もまたそこをよぎるんですけど、現状ね なんか、だからといって、高くなったからといって、悪いものっていうのは別に作ってないじゃないですか。で、それは、その、実際のその、組み込んであるスペックでも感じられるし、あとは手に取った人たちだったらわかると思うんですけど、ここ2年ぐらいの、シャミのスマートフォンをね。別に、その、高級感であったりとか、質感であったりとか、そういうものが劣ってるものっていうのは作ってないので、 価格の割に、みたいな。価格の割にっていう、そのマイナスに思えるようなものっていうのはなくて、逆には、その価格の割にっていう、その <laughs>、ポジティブになるスマートフォンの方が、まあ、シャ m ミは作ってたのかなっていうふうには思うので、そういう意味でも結構当然かなっていうふうには思います。で、今回のシャ m ミのスマートフォンは、やっぱり一つそれでも高くなったことによって、 うんまあ、ハードルが上がったのは確かだし、そこに一つね、あの、ショックを受ける方々も結構いるとは思うんですけど、だからといってそこでもう買わないっていう人たちは、まあ、もともとスマートフォンっていうのは、そのコスト感っていうところが、その、自分のその、はかりとしては、重きを置いてたところだったんで、結局、シャオミじゃなくても別にいいよっていう、だと思うんですね。だったらワンプラス買いますとか。 っていうとこだったりはすると思うので、まあ、そういう意味では、ちょっとその、シャオミ側に立って強気なことを言うとすると、眼中にないユーザーというかね、なんだと思うし、で、逆にまあ、あの、過去のシャオミを使いつつ、今回ちょっと価格が上がったことにショックを受けても、まあ、それでも、あの、それでもって思って買う人たちっていうのが、まあ、本当のシャオミのお客さんなんだろうなと、あの、狙っていく人たちなんだろうなっていうふうに思います。 だから、まあ、それでもっていう思いが出てきて買うってことは、まあ、まんまとシャオミの <laughs>、あの、なんていうんですかね、作戦に、作にはまってるというか、なんて思うんですよね。で、そういうふうに、まあ、今回総評としては思っていて、だからまあ、仕方ない流れかなっていうふうに思います。あの、ただその、シャオミっていう、いわゆるそのイメージの中で見たときには、まあ、価格上げてきたよねっていうふうには思うけども、 依然としてですね、これぐらいのスペックを積んだスマートフォンでトップメーカーのものを含めたところで考えたりすると、あの、絶対的に iPhone よりはコスパ的に優れているし、えー、またそのトップメーカーであるファーウェイだったりとか、ギャラクシーだったりとか、そこと比べたときにも、あの、機能的に劣る部分はもちろんあるんだけども、あの、これぐらいのことが私はできてればいいんですっていう、あの、一つちょっとちゃんと なんだろうな、ね。自分の、その、何て言うのかね、重視してるというか、えー、見るポイントっていうのはちゃんと定まってる人にとっては、全然選択肢になり得るスマートフォンに出てきたなっていうふうには思います。うん。あと、個人的にちょっと良かったのは、まあ、たとえこういうフラッグシップ級の、あの、ものであっても、割とその、今の2020年の、今この現状の中での、 トップメーカーたちの中で言うと、割と鮮やかな、綺麗なね、なんか日本で、日本の四季で言ったら春らしい色を揃えてきたりもしてたんで、あいい色揃えたなっていうふうに個人的には感じました。うん、まあ、そんなところですかね。すべてにおいて、もう、無印もプロもそんなに遜色ないもので仕上げてきてて、砂糖を言えば、基本的にはもうアウトカメラ、 ですよね。まあ、あとはバッテリー性能もあったりはするけど、他はほとんど変わってないから、結構その、無印を買う人もの方が多いのかなっていうふうに個人的には思いました。で、早速ね、ダクソの方でも高得点を取得しているところは発表されていたりしますし、まあ、そこはまた別途詳しくは話しておこうとは思いますけど、っていうところですかね。あの、まあ、例えばそのスペックを舐めていくのであれば、ディスプレイは、 ミーテ無重視もミープロも両方とも6.67インチの u e l ディスプレイじゃないですか。で、フル HD プラスっていう解像度こそ低いですけど、まあ HDR10 プラスには対応してるし、まあ最大輝度も802度っていうところなんで、まあまあ明るいディスプレイに仕上がってるから、おそらく外でも視認性はバッチリでしょう。 この辺は素晴らしいですよね。で、このディスプレイ自体は、サムスンとか LG っていうところじゃなくて TCL 製なんで、そこでもまたそのコストを、あの、なんてうの、下げてきたなっていうふうに思いますし、だからといって別に TCL が悪いわけではなくって、TCL 自身、あの、この UKL での研究はいろいろやってて、折れ曲がるディスプレイのものも含めていろいろやってるんでね。あの、品質的にも、 全然その、いいものには仕上がっているのかって思います。あの、ここがっちり組んでいくとなると、またそれはそれで面白いことになりそうな気がする。はい。で、プロセッサーも,もちろん、スナドラ865。これも当然として、ラムやストレージに関しても、まあ8ギガと12ギガ、そして128ニゴロ、プロの最上位版で512っていうところですから、まあこれ、マイクロ SD ないのかなっていうとまあニゴロですかね。 二頃かなっていうふうに思います。そこが手頃でいいなっていう。512はね、本当に必要ないという人は変態だと思うので、俺なんかは今 iPhone512 にしてますけど、まあもうごくごく一部だと思いますから。まあ基本二頃で、二頃にしておいての、えー、ラムが8ギガもしくは12ギガどっちか選ぶかっていうとこでしょうね。多くの人が8ギガで十分だと思うんで、 うん、8GB2 号路かな個人的にはそこがいいかなっていうふうに思います。あの、ミーム印だったら真ん中。プロだったら買いモデルというところになりますね。価格帯的にはそれぐらいでしょう。 はい。で、カメラがまあそれぞれ変わるというところですが、両方とも1億800万画素のカメラは、あの、レンズはね、持ってきてるし、で、これ自体も、あの、ミーノート10の時よりも、さらにブラッシュアップされてるのは、いろんなところから報告が上がってます。すでに、YouTube とかそういうところでも、動画も含めて出てたりするので、気になる人は、まあ、一枚いいのはやっぱ海外の、えー、そのメディアとか、そういうところを検索して見るのが、 確認するのがいいのかなっていうところですね。うん。で、まあ、その、気持ちをですね、なんていうんですかね、上げていく。日本正式発表に向けて気持ちを上げていく。そういうふうにしてば、していけばいいのかなっていうところですね。で、フロントカメラが2000万画素。これも結構やるなっていうふうには個人的には思います。あの、現状はやっぱりアプリケーションだったりとかでもう加工してしまうので、画素が高ければ高いだけいいっていう感じになると思うんですよ。基本的にはね。 もう、そうやって細かく撮影しておいてのアプリケーション、それぞれで、まあ、編集しちゃうということになると思いますから、まあ、これぐらいあるのがいいですよね。日本だと、まあ、なんか、日本メーカーはちょっとインカメラにちょっと力いなさすぎな部分もあるけど、まあ、ここら辺は中華メーカーらしいなっていうふうに思います。ただ、やっぱりここら辺はですね、そのトップメーカーとちょっと違うのは、 ギャラクシーが S20 ウルトラで初めて4000万画素持ってきてるんで、画素数的にはそこより劣っちゃうよねっていうところですかね。まあセルフィーをもとあの、特にまあアプリケーションを使って加工するものも含めて、こんなチャンネル視聴者の方々の多くは <laughs> やらないと思うので、まあ別にっていうところかなうん。まあでも2000万画素まで持ってきてるのは素晴らしいと思いますし、まあ今後のね、 あの、より高画素化していくのはフロントカメラも変わらないんだろうなっていうところですね。で、バッテリー容量が、えっ、ー、と、プロと無印で、無印の方が量が多いと。2十二百8 0ミリか。280ミリアンペアアワーほど多いというところですが、かたや、まあ、プロの方が優先充電では、あの、早いと。50ワットですからね。早いというところですと。まあ、でもこれもね、結局あの、 4,500両方とも超えてるんであ、まあカメラが結構大きなもの積んでるし、ディスプレイもね、割と素晴らしいものになってきてはいるんですけど、4,500あったら持つだろうなというふうに思いますし、あの、プロの方が 50W の優先充電っていうふうなとこですけど、おそらくこのチャンネルの視聴者の半数かそれ以上ぐらいまではもうですね、ワイヤレス充電でね、充電してるんだと思うんですよ。 ぶっちゃけ。ええー。で、それで考えると、両方とも、あの、無重視もプロも30ワットなんで、無線だと。まあ、十分かなっていうとこですよね。うん、それでできてれば、いうことなしかなっていうふうには思います。で、あとは、防滴システム、防滴コーティングがなさ,なされているので、そこそこの、まあ、防水性はいいよねっていうとこと、あとは、冷却ですか 今回結構大きなヒートシンクが入っていて、水冷ですけど、液冷ですけど、結構大型化されてる。これはあの、シャウミ自身もアピールしていて、俺なんかもう、おーんって結構いいなっていう風に思ったし、そういうこう、設計とか構造が好きな人たちにとっては、おーいやよくやったという風に思うとこなんじゃなかろうかという風に思います。もちろんあの、実際の冷却性能がどれぐらいになってるかっていうのはね、 あの、使ってみないとわかんないところでありますけど、あの、カメラが良くなったりとか、ディスプレイがね、良くなったりとかって、でさらにまあ SOC もそうですけど、全体的に、あの、ハイスペックなものにどん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 毎年なっていってる中で、こうやって冷却性能もしっかりね、高めてくれるっていうのは、あの、どれぐらいの結果が起こるかわかんないけど、それでも、あの、メーカーの努力として見えるっていうのはいいよね。 そこら辺は俺も感じているところではあります。で、まあ、あの、前にですね、あの、ズキさんと、あとはその、ブラックシャークを日本に持ってきたマスダさんとのそのオフ会に前に参加させてもらっていてですね、その時にもちょっと聞いたところで言うと、例えばその、シャ m ミ系列であるブラックシャークの、 えー、スマートフォン用に純正で、例えばそのファンがついてるクーラーがね、CPU クーラーみたいなのが出てたりするんですけど、実際問題、えー、そんなに効果がないと <laughs>。いうような話もあったりするんですが、で、そこでまあ改良に改良を重ねて、結構冷えるものがもうすでに用意されてるなんて話もちょっと裏話と聞いたんですが、あの、そういうところで言うと、シャ m ミ自身、例えばゲーミングスマートフォンも、まあ片手までやって、 まあ別が、ほぼほぼほぼまあ別会社ではあるけど、グループとしてはやっていたりとか、するし、そういうところで、あの、パワーを高めつつ、他にそういうそのスマートフォンとしてのパフォーマンスを、要は SOC を最新のものを入れたりとか、ラム容量を増やすとかとか、そういうようなところだけ以外のね、そういう冷却とかそういうのをやって、せっかく高めたパフォーマンスを維持するとか、そういうとこもしっかり考えられてるっていうのは、 まあおそらくほとんどの方はもう認識してると思うんですけど、そういうのも考えてのこういうその液冷のまあヒートパイプを大きくするっていうところだと思うんで、結構まあいいところに働いてってるっていうふうに俺は捉えてます。そのゲーミングスマートフォンをやったりとかしているところも、あながちこのフラグシップ、かつその本体の軸となりうるスマートフォンにもしっかり活かせてるんだろうなと。 いうふうに感じているところですね。まあ、だから全体的には申し分ないスマートフォンに仕上がってたなっていうふうに思います。ただ、俺の中でどうしてもちょっと嫌だなっていうふうに思うのは、やっぱエッジディスプレイ。ここはちょっと、その、いくら驚愕口を演出するっていう手前、それは別に逆に、そのユーザーとしてはそこまで、なんていうんだろうな、重要視しているポイントでもないというか、 ここら辺はですね、もうちょっと実際にそのフラグシップのスマートフォンを買っているユーザーの意見を取り入れてもいいんじゃないのっていうふうに思うところであります。あの、おそらく、その性能とか機能とかこういう数値的なものを重要視してフラグシップをポンポン買っていく人たちの多くの人が買いつつもなんだかんだやっぱエッジディスプレイ嫌だっていう人たちなんだと思うんですよ。あの、 か売れてるから、OK じゃなくって、今後も売れるためにというか、他のメーカーのフラグシップを買っている人たちも取り入れるためにというか、まあ、いろんな意味合いで、エッジディスプレイをやめることっていうのもしっかりと検討した方がいいんじゃないのっていうふうには思います。あの、うん、ここは本当に、 切に思いますね。そのミーミックスアルファだったりとか、まあその他の開発中であろうそのスマートフォンも含めてだけども、驚愕縁にしたりとか、あとはオーバーフォールにすることによって、まあ驚愕縁どころじゃない。サイドにまでディスプレイをやったりとか、ね、いろいろやってますけど、そういうところで先進的なところでガラッと変えるんだったら全然いいと思うんです。だけども、 単なる演出っていうところで、驚愕縁を演出するっていうところで、中途半端なエッジディスプレイをするっていうのは、んほとんどメリットがないというか、メーカーがかん、メーカーはメリットとして考えてるかもしれないけど、ユーザーにとってはメリットには見えてないというかね、だと思うので、ね、このエッジディスプレイは、 あの、トップメーカーをそれぞれ追っていくっていうのも含めて同じような形、まあ、いろんな理由でやってるんだと思うんだけども、ここはちょっと追いかけるべき要素ではないんじゃないかなっていう風に、個人的には思っているところであります。はい。っていうところですかね。なんか結構、ふわっとした話なのに、もうすでに20分以上も話してることになってしまっているんですが、 まあ全体的にそれぞれ思っていることはこんな感じのことを思っていて、まあこれがあとは正式に日本でも発表されることを待っているというところですかね。まあほぼほぼ確実に来ると思いますよ。98%ぐらいの確実で、あの、シャアミーはこれを日本に投入するっていうふうに言うと思うんで、発表すると思うんで、まああとはどこのキャリアとか MVNO から出るかですよね。 個人的には楽天なんかに扱ってほしいなっていうふうには思ってたりするし、あとはまあ最近、えー、まあ解約と言われてますけど、プラン変更を発表した LINE モバイルとか、そこら辺は扱ってほしいかな。もちろんシムフリーでも売ってくれるに越したことはないんですけど、まあほぼほぼもう確実の出ると思ってるんで、俺はそこまで心配はしていません。そこの後はもう時期を待つというとこだけでいいかなっていうふうに思います。 ええ、あのー、もう、ミーノート10のところで、下手にその、ば、なんだろうな、スペックを日本版にして、変に落としてくるとかってこともしなかったし、しなかったし、でそこは、あの、キャリアっていう、その、MNO ですね、要は三大キャリアになんか、いろいろ言われてやるっていう契約もそもそもさ,されてないからだと思いますけど、そこら辺はやっぱ、今とか安心して見てられるじゃないですか。ここが逆に、例えば、 そうねなんか、どこもなんかとくっついたヒニャーっていうところなんで、逆にくっついてほしくないんですけど、まあ、ソフトバンクぐらいだったら別にいいっていうふうに思いますけど。この辺はちょっとね、あの、普通に MVNO と組んで出てきて、あとは、あの、シムフリーデジ社として出す、なんかどっかで出してくれればっていうところですかね。価格的にはまあ、あの、海外で発表されている、まあ、中国ですけど、今回、ね、発表されたのはね。 それとほぼほぼ変わんない価格で出てるんだろうなっていうふうに思いますし、なんで今このすいませラだらだらってなんか、なだれ式に噛んだのかわかんないですけど、<laughs> あんまり変わんない価格で出てくるだろうなっていうふうには思いますしうん、まあ普通に楽しみに待っていていいのかなっていうふうには思います。はい。何にしても、 とりあえず、シャオミのこのビッグタイトルの一つであったミーテンシリーズが正式発表されたのは良かったですよね。一応その、新型コロナとかそこら辺の関わりで、実際のその、何て言うんですか、ね、流通というか、もうすでに通販サイトとかには、その製品ページとかやろうできたりするんですけど、実際に手元に届くのはちょっと遅れるだろうっていうふうに予想はされていますから、 まあ、それもあって、通販サイトとかでちょっと高騰するのかなそうすると嫌ですね。逆にそこら辺で買わないで、普通に日本で待ってて買った方が安く買えるっていうパターンになる可能性もなきにしもあらずかなっていうふうに思います。まあ、スピードが、スピードに金を払うっていうんだったら全然わかるけどね。その代わり早く手に入れられるとか、言うんだったら別にあれですけど、まあ、俺は別に普通に日本で正式発表されるの待ってばいいんじゃないのっていう風な派です。 え、別に、あの、なんだろう、その、最新のゲーム機じゃないから、買った瞬間から楽しめるものがいっぱいあるみたいなことじゃないじゃないですか。別に、あの、今のスマートフォンでもゲームは楽しめるし、何でもできるから、うん。単純にまあ、その、所有欲みたいなのとか、そこら辺に通じるぐらいのものだから、ちょっと我慢する時間があるかもしれないけども、 それをその待ったら待った分だけ多分自分の中でのこの気持ちも高ぶっていくだろうからね。ちょっとそういう風うな意味合いでも日本での正式発表を待ってもいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってたりするところであります。はいまあ、何しても祝ミー2ンシリーズ発表というところで、えー、あとはまあグローバル版も含めてっていうところと そうですね。別途その、例えば、ミックスアルファとかも含めてあの、昨年発表されたこのコンセプトスマートフォンとかの発売も、ちょっとね、追っかけていきたいなっていうところと、あとは、OPPO と、あの、競争してますけど、カメラの内蔵ディスプレイを備えたスマートフォンですね。これがいつ頃になるのか、そこら辺もちょっと気になりはするので、まあ、引き続きちょっとリーク情報も含めてね、 あの、追っかけていきたいなというふうには思います。あとはそうですね、今回こうやって発表されたところでの、あの、さらなる買いモデルですか。ライト版とかも、そこら辺もちょっと気になりはするかな。うん。まあそこら辺、改めて情報が出てきたら、動画にしようと思います。ということで、また見てな。やばい。